ロビンの真意を知り、奪還を決めたルフィたちはアイスバーグが整備したもう一つの海列車に乗り、四方の島エニエスロビーを目指す。そこには CP9 に連れ去られたフランキーを救おうとするフランキー一家の姿もあった。両者は団結し、仲間の奪還を目指す。街じゃごたごたあったけど、この先はここにいる全員の敵は同じだ。いいか、俺たちは同志だ。一方、先行してロビンを追っていたサンジはルッチたちに阻まれてロビン奪還に失敗、ルフィたちの海列車に合流する。同じく CP9 に連行されていたウソップは無事救出されていたが、一味を脱退していた彼は逡巡の末ある決断をする。話は全て彼から聞いたよ。お嬢さんを一人助けたいそうだね。そんな君たちを助けるのに理由はいらない。私も共に戦おう。私の名はソゲキング。ウソップは仮面をかぶったヒーローソゲキングに変装し、正体を隠したままロビン奪還のため一味に協力する。しかしロビンたちは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。大監獄への航路の入り口、正義の門を抜けてしまうと救出は不可能となる。世界政府の施設を襲うという前代未聞の作戦に挑む同志が集い、エニエスロビーでの CP9 との全面対決が幕を開けるのであった。よし、やるか。狙撃の島の狙撃キング？ウソップ君の親友で、この度君たちの手助けをことづかってここにいる。ヒーローだ。マントしてるからそうじゃねえかと思ったんだ俺は。そうか、マントしてるからヒーローなのか。ナミさん、それとついでにナミさん以外のアホども。何？サンジ君、ロビンちゃんは CP9 に何やら過去の根っこをつかまれちまってる。別に奪い返せなかった言い訳をしてんじゃねえが。そんなもん関係あるか。そう、やるべきことは変わらねえ。助けるだけだ。とにかくロビンと会って話すしかないわね。エニエスロビーについて簡単に調べておいた。さらに先、島の裏手には正義の門ってのがあって。あれ、えこちら本島全門、侵入者を確認。ロビンはどこだ。目指すのはあの塔だな。待てルフィ、まずはこの門を抜けなきゃならない。ロケット、ロケット、さあ帰れ。この門は通さねえぞ。巨人族の門番なんて反則じゃねえか。壊しちまえばいいんじゃねえかよ。
Let's go!
っててくれ、ロビンちゃん。ロケット今頃寂しくて泣いてやしねえかな。ロケット、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 暇はねえ。先を急ぐんだ。後のやつと一緒にいた牛。
強くならなくちゃ仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド。この男、屋敷で戦った時はこんなにパワーはなかったはず。世界とか政府とか勝手に言ってろ。俺たちはロビンを奪い返しに来ただけだ。私はもう死にたいのよ。
麦わらの一味が内部崩壊を始めやがったか。あこりゃ面白い。ロビン死ぬなんて何言ってんだお前。あのなロビン、頼むからよロビン、俺たちのそばで言え。そうだぞロビンちゃん。ロビン帰ってこい。あとは俺たちに任せろ。よしやるか。姿を現したロビンはやっと出会えた仲間を守るため自らの死を望んでいた。ルフィたちの必死の呼びかけを嘲笑うスパンダムは世界政府の強大さを誇示。あこのタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターゴールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの。バスターコールとは、多数の軍艦によって島一つを地図から消すほどの大規模攻撃である。それはロビンの過去に暗い影を落としていた。20年前、ロビンの故郷オハラがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、研究とは無関係の島民をも巻き込むバスターコールを発動する。その結果、オハラの存在は跡形もなく消え去り、幼いロビンはただ一人、政府の所業に疑問を抱いた青生地によって見逃されて生き残った。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。ロビンの決意は固く、あくまで一味の助けを拒もうとする。増長したスパンダムは司法の塔の屋上にはためくある旗を指さす。あのバッジを見ろ海賊ども。あのマークは四つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか。この女がどれほど巨大な組織に追われてきたか分かったか。ロビンの敵はよく分かった。狙撃キング、ん、あの旗打ち抜け。了解。必殺。ファイアバードスター。やりやがった海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてね。行きたいと言え。ロビン、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は行きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ、必ず助ける。ニコロ
補修。うち、お前は俺の命を守れ。ラクダに抜け出せたのいいな。手を振り切れねえ。カフィフラムを取り捨てろ。絶対に逃がすんじゃねえ。ついに四方の塔にまで消えやがった。とっとと正義の門に行くぞ。みんな、とりあえず助けに来てくれ。エスコルよっ、エスコルアイフル、エスコルよっ、エスコルエスコルエスコルハッ、エスコルエスコルよっ、エスコルハッ。橋へ通じる扉の鍵はわしらが持っとるからの。うわー、わらららってかかっちゃった。上等だ、叩っ切る。よし、お前は俺を守れ。援護なら任せろ。うわオラが切れてきやがった。俺はちょっくら休止していってくるぜ。ロケット、ロケット、ロケット。キリンの持つ底知れぬ破壊力をとくと見よう。その長い首を弱点にならねえといいな。お前も不憫なやつだ。一生キリンに。キリンの何が欲しいんじゃ。足は気に入っとると言うとろうが。オオカミ、前傾の能力者だ。安心しろ、痛めと違って痛むる趣味はねえからよ。瞬殺だ。今俺に攻撃を当てようとしたら。言いがかりじゃが、やるならやるぞ。私もさっきからお前が邪魔でかなわん。やってやるか。少しどうぜ。俺は他の場所で戦う。ロケットどっかに行ってしまったぞ。俺はキリンの相手で手一杯だ。そっちは頼んだぞ。楽しいの。キキ九刀流アシュラ。ならば最強の乱脚あまね出しでお前を真っ二つにしてしまいじゃ。あまね出し、苦難上等、
好むものなり修羅の道。アシュラ一部銀が少々侮ったようじゃわい。ロケット、ロケット、ロケット。ここなら存分に暴れられそうだ。続きと行こうぜ。ロケット、ロケット、ボト。邪魔する者は容赦せん。誰に喧嘩をつけるの。俺じゃ死ぬのに食わねえ。俺にはシピナインは俺に任せろ。俺にできねえことをお前がやれ。よく考える。状況を読め。お前がいればロビンちゃんを救えるんだ。ウソップ。いい敵。そうか、分かったぞ。ブルジャンブ。へえ、月光寺の死が。ディアブルジャンブ。フランバージュショット。神は食物を作り、悪魔が調味料を作る。少し辛みが効きすぎた。場所からならスパンドを止められるか。ショット炎ウッサンプ雨ロケット。ってやっときゃやるんだ。ロケット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 。Oh my god!
までだ。ロケット、ロケット、ロケット。おい CP9、 落とし聞こえてんのか、いくらい仕上がれ。あなたそれはバスターコール用のなんてこと。うっかりした、バスターコールをかけちまった。ロケット、ロケット。よく来た。あとのやつ、ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。前やしない。もう二度とない。ロケット！ロケット！ロケット！長官はニコロビンを連れて先を追い急ぎ、私はここで海賊を始末しておきます。頼んだぞ、お前だけが頼りだ。しないと、バスターコールで来る軍艦のためだ。あの門が閉じている間は渦潮が発生して船がまともに制御できねえから。バスターコールによる砲撃が始まった。この島全体が崩壊するのも時間の問題だな。天井が崩れて瓦礫が。早くためらいの橋へ向かえ。四方の塔が崩れるぞ。レジド、このモノ、ロケットガソリング、ロケットガソリング、このモノ。任せねえよ、止まりやがれ。死ぬ、たとえこの島の形が滅んで、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。ロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。はっ、六王眼。お前何やってんだよ、起きろ。ゾップ、お前来てたのか。勘違いすんじゃねえぞ、俺はロビンを助けるためにここへ来たんだ。お前の顔なんか見に来たわけじゃねえ。おいこら、CP9のボスでこう。さあ、俺様が相手してやる。かかってこい。おい、やめろ。バカか、やめろ、ウソップ。殺されるぞ。黙れ。じゃあ死に損ないのお前に、
何かできるってのか。こいつは俺がぶっ飛ばすんだ。だったらすぐに立てよ。ここが地獄じゃあるべし。お前が死にそうな顔すんなよ。だってみんなで一緒に帰るぞ、ルフィ。当たり前だ。タップはヒットボール。ヒットボール。はい。ゲットパスタ。ゲットポケット。ゲットスパスタ。オリブエスプレス。ゲットスピア。ヒットボール。ゲットパスタ。ゲットウィップ。やろう。誰一人逃がすんじゃねえ。ロケット、ロケット、ロケット、ロケット。ロビー、間に合ってよかった。無事だったのね。ロケット、ロケット。おかげさまで。ありがとう。待ってろ、戦いが終わったら治療してやるからな。どうして？戦艦砲撃開始！スタート！
バスターコールの砲撃が激しさを増し、海軍の増援も押し寄せる中、絶体絶命の一味を助けたのはもう一人の仲間だった。迎えに来たよメリー。ゴーイングメリー号に乗り無事帰還を果たした一味だが、すでに限界を迎えていたゴーイングメリー号はその直後に大破してしまう。なんとか修理してくれと頼むルフィをアイスバーグは諭す。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんか遠に超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。アイスバーグの言葉を受け入れ、ゴーイングメリー号の最後を静かに見届ける一部。ルフィたちはゴーイングメリー号との数々の冒険を思い出す。ゴーイングメリー号か、いい船だな。行くぞグランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。そして再び不思議な声が響き渡る。ごめんね、もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね、ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞメリー。俺火事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ、帆も破ったことあるしよ、ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。海賊船ゴーイングメリー号は一味への感謝とともに海底へと沈んでいった。